き取ってるわけじゃないからね。なんか今ねまだね寝起きでぼーっとしたいの、わかるでしょ。この間ですね、あのモンベルでこのフィッシンググローブを買いました。この中が開いてるやつですね。手の、あの内側が露出してるやつ。結構フィット感が良くてですね、良かったんですよ。現在の時刻は5時54分。早く出発です。かなり久々にですね、桜島の近くで浮いております。今日はですね、朝早くから家を出て、6時ちょうどに、カヤックで出ることができました。海峡はですね、風もなくて波も穏やかで、天気も良くてですね、で、お昼ぐらいまでは風もない予報ですので、かなりね、海峡としては、いい条件ですね。あとこれで釣果がついてきてくれれば言うことはないんですけど、この綾鷹カフェすごい美味しいです。なんか子供が言うには一時期人気すぎて生産中止になったって言ったかな。いや定かではないからだけど、すごい人気らしいです。あの人ってサップかな。あれサップ、え、なんだあれ、普通に、え、船、何、ボート、
まあ、7時46分もう見える範囲にはカヤックがいなくって、だいぶ言われずくろってきてしまった。朝が早いと出舞台この時間が。でちょっとお腹空いたなっていう感じだけど、もう食べてしまうと完全に眠たくなるから、まあ眠たいんだけど今でも。やっぱコット持ってくればよかったかな。かれこれですね1時間半ぐらいインチクで狙ってみたんですけど、全然当たりなくて、もう当たりどころかですね1個なくしてしまう始末ですね、出がかりで。で今からジグに切り替えてちょっと探ってみようと思います。あー涼しい、最高だ。でも今日ですると、あれかな、充電が持たないかな。猫の声がする。ニャーって言ってる。何や、何なの。どこか別の方からも聞こえるな。暑そう。すごいね、花がすごい長いんだね。でも朝出て行ったのは何していたよね。家に帰ってきた。この扇風機があって快適に過ごせてるんですけど、もう時間が8時35分なんですね。で、今日は今までねホットサンドを作ったことは何回かあったんですけど、今までの作り方はフライパンにそのパンを挟ん、パンで挟んで、上から皿を乗っけたり、こう自分でこう押してたんですね。ホットサンドメーカーがなかったからなんですけど、ついにホットサンドメーカーを買いました。前から欲しかったんですけど、なかなかいいなって思うのがなくって、まあ前モンベルとかに行って見てみたんですけど、その時欲しいのがあったんですよ、モンベルでも。なんだけどめちゃくちゃ並んでて、レジにもうめちゃくちゃですよ、もうすっごい並んでて、そのホットサンドメーカー一つ持って並ぶ元気がなかったので、そっと戻して、その時は買わなかったんですけど、またその時とは違うメーカーのものを買いました。それがこちらです。村の鍛冶屋のホットサンドメーカーです。開けてみます。私いつの間にか届いてたんだよねこれ。注文したのは知ってたんですけど、届いたよって言ってくれなかったから、私はまだ届いてないものだと思ってたんですよ。そしたらもうちょっと前に届いてるよって言われて、おお、しっかりしてますね。こんな感じで今日はこれを使って美味しいホットサンドを作りたいと思います。美味しそうだね。作り方はまあ
皆さん知ってる通り簡単だと思います。何度ぐらいでするのが適あ合ってんだろうな。弱火から中火、片面2、3分。なるほど。使う間になんかしなきゃいけないことがあるのかな。油をちょっとこう錆防止に塗った方がいいよって書いてあるね。軽く食用油を6枚切りのパンをのせて、チーズをのせて、ハムをのせて、トマトをのせて、ソースをのせて、トマトソースがないと美味しくないかな。ここでしょ。入るか。お、いけた。なんか来ましたよ。初の当たり。カサゴ。またカブじゃないですか。卵持ちかな。リリースだな。はい、じゃあもう結構ね弱火で焼いたんで見ていきます。お、いい感じ。じゃーん。あ、美味しそうに焼けてる。これはちょっと嬉しいな。ほら、こっちだ。はい、美味しそうに焼けました。美味しそう。ちょっと裏を見てみよう。あ、こっちもこっちがきつね色ですね。いい感じのきつね色に焼き上がってます。あ、これいいね。あ、ホットサンドってこれいいね。あ、なんかホタピ。あ、切り方がヘタピ。はい、断面図です。ちょっと汚くなっちゃったけど美味しそうじゃん。ではいただきます。熱々だ。熱い熱い。トマトソースとか何もないから結局味がない。うん、でもパリパリだ。
あ、今度はよくできたよ。あ、おいしそう。これはおいしそうだ。いいね。これは間違いない。これは安定のおいしさだ。おいしさだ。おいしさだ。うん。耳まで焼けてるっていいね。おいしい。もう出てきた。めっちゃ低い。そう、でかっ。お、根元も綺麗に育っているし。